さ、今さっき本当に一緒に配信したくて、小太郎と、抱っこしてたの、必死にこうやって。そしたらさ、もうなんか今日めっちゃ避けられるわ。こんばんは。そう、みたらし団子を食べます。差し入れのみたらし団子食べます。そう、まつげ、なんかめちゃまつげ変じゃない今日。大丈夫かな、まつげが。ちょっとみたらし団子だって。食べてみよう。お腹すいた。でもみたらしの気分ではない、マジで。みたらしの気分ではないけど食べちゃうもん。なんかさ、もう味が染みてる系なんだよね多分、みたらし団子。アンパンマン、あらおらおら。うん、味が染みてる系だね。うまっ。まあもうちょっとね、みたらし欲しい感もある。うまっ。オンライン握手会じゃなくて、しゃべり会2日間ありがとうございました。うん、おいしい。あの数時間で JC 終わりってやだね。やばいじゃん。中井梨花さんが結婚されました、だって。本当にすごい。今日めっちゃ結婚するね、みんな。あ、明日結婚しましたって言ったらエイプリルフールでしたってなるからさ、もう今日やっちゃおう的な感じなのかな。そんなことない。めでたいんですね。こんばんは皆さん。まあ明日がねできないから、はい、めでたい。今日はねありがとうございました皆様。明日結婚発表しますねって。じゃあそれは嘘だということで、みんなエイプリルフールだからって便乗して、やっぱリップがめっちゃ汚い、便乗してなんかやっちゃダメだよ。
もうすぐ JK ですねって。そうなんです、アシャベカエイプリルフじゃなくてよかったんで全部ね嘘っていうことになるから。でも団子大きい、結構なんかどうやったら結構大きい、手のひらこの3つ分で手のひらぐらい。あ、確かに午前中だけじゃんエイプリルフって。ちょっと待ってね、それなのに誰かが優さして私を。ね、まつげでもね、もうね、あれなんだよね、やばいんだよね。こっちはまりね、こっちがね、もうね、下がってきてるの、ほら。わかんないでしょ？もうね、ありがとうございました、ほんとに。結構ね、初めましての方多かったんだけど。名前聞くの忘れちゃった全員名前聞き忘れ。またねマスパ行きたい。でもね5月じゃあコンサートまた行こうかな。またね、なんかさ記憶方法とかさどうやって覚えるのかね。でもなんかさあんま実感はないけどさ、あのなんだろう、やっぱさ来る人数とかってさ知ってるのね。あのこの今回は何人受付人数ね、何人受付人数来ててみたいな分かるんだけど。そうでもね、あの結構やっぱさ握手会も おしゃべり会現地が解禁されて結構多くなってたんだけど、なんか実感ないけどさ、なんかそんなたくさんの人っていうか、まあオンラインだけだったら結構少なかったんだけど、結構ね、何人の人と話してんだって今まで。で、あ、消えちゃった、消えちゃいました、ごめんなさい。ありがとうございました、皆さん本当に。
次はね4月。でもね東京へ、ね、行けないよって方がたくさんいたからね。でも東京だったらまたさ別の福岡に逆に来れないよって人が来るのかな。でもさこういうなんか隣に並んでるレーンの人が見る列は初めてだったからさ、そう初めてだからね、なんかさ前回はなんか多分あんま広くなかったのかな、なんか見えなかったんですよ本当に。どん自分がどんくらい並んでるかも分かんないから、なんかそうどんくらい食べてるか分かんないし、あどんくらい食べてるじゃないどんくらいみたらし食べてる今ちょっとかじりで申し訳ない、なんかどんくらい生きてるのかとか全然分かんないから。でも今日はめっちゃ見えるんですよ、だから隣の並んでる方とかめっちゃ見えて、そう前回が多分狭かったから結構異様な特有な感じで、そう今日はたくさん見えた隣の人が